ラウル・ラモン・モンデシー・アベリーノは、ドミニカ共和国産、クリストバル州出身の政治家、元プロ野球選手。メジャーリーグベースボールで13年プレーした後、故郷のドミニカ共和国で政界に進出した。2006年から会議員を務め、2010年から2016年まで、サンクリストバル州の州都サン・クリストバル市で市長を務めたが、市長在任中の横領容疑で、 刑事告訴され、2017年に、禁錮8年の有罪判決を受けた。息子が2人おり、長男のラウル・モンデシー・ジュニアも元プロ野球選手で、ミルウォー・キー・ブルワーズ参加に所属していた。次男のラウル・ワダルベルト・モンデシーは、カンザス・シティ・ロイヤルズに所属している。ドミニカ共和国に、ファーム組織、ドジャース・アカデミーを持つロサンゼルス・ドジャースに見出され、入団。 1993年7月19日にメジャー初出場を果たす。初のフルシーズンとなった1994年は112試合に出場し打率306、16本塁打、56打点を挙げてなリーグ新人王に選出された。また、ドジャースは1992年から1996年にかけて5年連続で新人王を輩出した。 順に、エリック・キャロス、マイク・ピアッツァ、モンデシー、ノモ・ヒデオ、トット・ホランズワースである。1995年には打率、285、26本塁打、そして27盗塁とスピードをアピールし、オールスター出場。ロベルト・クレメンテを思わせる強権で、ゴールド・グラブ賞も獲得した。1996年には打率、297、24本塁打、 88打点、14、投塁で、チームのワイルドカードでのプレーオフ進出に貢献。1997年には、自己最高の打率、310、そして30本塁が、32投塁を記録して、球団史上初の30から30クラブを達成した。また、モンデシーが30本塁打に到達したことで、 ドジャースとしては1977年以来となる30発カルテットが誕生している。1998年にも30本塁打を打つが、投塁が16に終わるも、1999年に33本塁打、36投塁で2度目の30から30を達成。その年限りでトロントブルージェイズに移籍。移籍初年度の2000年は故障で96試合の、 出場に終わったが、それでも24本類が、22盗塁を記録。2001年は30盗塁を記録も本類だが27に終わり、3度目の30から30はならず。以後はチームを転々とし、2002年途中にニューヨークヤンキース、2003年途中にアリゾナダイヤモンドバックスに移籍。成績は加工気味であったが、二千三年はそれでも、 24本類が71打点と、まずまずの活躍。2004年2月にピッツバーグパイレーツと1年115万ドル契約を結んだが、わずか26試合に出場して5月11日に、突如個人的な理由でドミニカ共和国に帰国。後にその理由は、打撃インストラクター、マリオゲレーロからの脅迫によるものと判明したが、チームからは1週間後に解雇された。 10日後にアナハイム・ウェンゼルスと契約したが、状況が疑わしかったため、メジャーリーグ機構によって調査された。しかし故障もありわずか8試合の出場で、故障者リスト入りし、7月に解雇となった。2005年はアトランタ・ブレーブスと契約したが、もはや往年の力はなく、5月下旬に解雇され、そのまま現役を引退した。引退後の2007年5月15日、 ドジャースタジアムでドジャースタイカージナルスの試合を観戦するモンデシーの姿がスタジアムのスクリーンに映し出され現役時代と同様 RAOOL というファンの歓声が送られた引退後は故郷のドミニカ共和国で暮らしている2006年に政権与党であるドミニカ解放党の公認候補としてドミニカ共和国会員選挙に出馬し初当選した その後、与党の PLD から野党第一党のドミニカ、革命党へと移り、2010年のサンクリストバル氏の市長選挙に出馬して勝利し、2010年から2016年までサンクリストバル市長を務めていた。サンクリストバル市長を退いた後、2億ペソ以上の公金を在任中に着服した容疑で起訴され、2017年2月17日には、 自宅公金6ヶ月の処分を受けた。2017年9月20日、金庫8年及び127万ドル相当の罰金という有罪判決を受けた。同時に10年間の公職追放処分を受けている。100試合以上に出場したシーズンでは、打率290以上を3度、うち2度が300以上であるが、通算打率は273でありミート力は、 平均的である。左右別では、どちらの投手からも、270以上打っており、得て増えてはない。得点圏での通算打率は、250であり、通算打率と比すれば、チャンスの場面はやや苦手としていた。パワー面では、3年連続30本類打以上を、含む9年連続20本類打以上を記録しており、通算でも271本類打を放っている。 スラッカーである。通算229投類を決めており、瞬速であり、本類だと合わせて200本類だ200盗塁をクリアしている。1997年と1999年には30投類以上を決め、シーズン30本類が30投類を同時達成。1997年に関しては、打率も。 300を超えており、トリプルスリーを達成するなど、バランスが良い。通算の投類成功率は71%である。1995年と1997年に、右翼手でゴールドグラブ賞を獲得した実績があり、講師も合わせ持つ。ありがとうございます。